ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、チップス先生さようなら。監督は、ハーバート・ロス。1969年の作品です。イングランド南部の田舎町のパブリックスクールに勤めるチップスは、優秀な教師でしたが、堅物で融通が利かず、生徒に人気がありませんでした。そんな彼が休暇中に知り合った美人の舞台女優キャサリンと互いに激しい恋に落ち、電撃結婚。戦中戦後の波乱を生き抜いたごくごく普通の男の半生を描きます。出演はピーター・オプール、ペプラ・クラーク、マイケル・レッドグレイブ、シアン・フィリップスほか、1939年制作の同名映画のリメイク。クラークの素晴らしい歌声と、オプールの朴訥とした演技が光る名作です。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。